はい、皆さんこんにちは。今日はインスタの方で YouTube での質問コーナーを募集したんですけど、そちらを答えていく動画となっております。私の YouTube で質問に答えるのは多分 2,3 回目になるんですけど、これから、今後月に1回質問コーナーに答える動画をアップしていこうと思います。なので今回は11月の質問コーナーで、次回は12月の質問コーナーっていう感じで、ちょっと月始めに質問コーナーをアップしていこうと思うので、今回の動画も最後までご視聴ください。はい、それではどんどん答えていきたいと思います。ちょっとできる限り多く質問に答えていきたいと思うので、サクサクいこうと思います。まずは一つ目からスタートしていきます。それではですね、まず最初の質問で、髪を伸ばし中なのでヘアピアスなどの、組み合わせをのおすすめを知りたいです。髪を伸ばし中ってことなので、その長さがどのぐらいかにもよるんですけど、ヘアピアスだと、まあ、もちろん結び目があればどこにでもこうつけられるのと、簡単にこうつけるだけなんですけど、最近出たこちらのヘアクローシリーズ、このクリップタイプですね、挟むタイプ、これを使うとお団子とかで落ちてくる髪の毛だったりとか、あと一足に結んだ時にこのクリップでカチッと留めちゃってもヘアピアス代わりにもなりますし、私今までハーフアップってあんまりしなかったんですけど、やっぱり伸びかけの髪の毛ってこう前髪だったりとか、後ろからパラパラパラっと落ちてくる髪の毛が邪魔だったりするので、こう挟んであげたりとか、こうハーフアップにするだけでもすごく万能に使えるので、伸ばしかけの髪の毛の方にもおすすめしたい一つのヘアジュエリーになります。まあ、後ろをこのヘアクロー、もしくはヘアピアスでこうまとめた時に、ちょっとレイヤーとかが入ってる方とか、こう遅れ毛とか作ってる人って、こういう後ろで束ねきれない髪の毛とかが出てくると思うんですよね。で、私も結構ここが遅れ毛を作ってたので、後ろにまとめきれなくって耳にかけちゃったりとかするんですけど、ここがやっぱり後ろから出てきちゃう。で、それもあのアレンジのバランスの一つとしてこうアレンジしたりもするんですけど、そういう遅れ毛をデブリス S バレッタですね、これでこの辺をちょっと髪のサイドをこういう風に留めたりとか、こっちにビボクリップというヘアクリップがついてるんですけど、こんな感じでちょっとサイドの髪の毛をあのビタッと留めてあげても、さらにこの遅れ毛だったりとか伸ばしかけのまとめづらい髪の毛もタイトにあのまとめることができると思います。私は今紹介したデブリス S バレッタ、こちらのビエントシリーズが大好きなので、こちらはビエント M ヘアピアスなんですけど、このあたりとビボクリップデラティアヘアクローの組み合わせが好きなので、よかったら使ってみてください。他もいろんなヘアスタイルとか長さに使えるので、ぜひおすすめです。続いて、アクセサリーの収納どうしてますかっていうことなんですけど、1個ずつ小分けのジップロックに入れて保管してます。1つずつ擦れて傷がつかないようにして入れています。結構たくさんあの私もプリューを持っているので、ザラッと全部一緒に入れてしまったりとかすると、ジュエリー同士が傷がついちゃったりもするので、傷防止っていうことでも1個ずつ小分けにしているんですけど、結構持っているジュエリーの素材がシルバーが多くて、くすんできやすいですかとか、ちょっと黒ずみが気になってきますっていう方もいらっしゃるんですけど、やっぱりお手入れは毎日のお手入れが一番重要なので、全部ポーチの中に一気に入れちゃって、汚れがついたまま一つの袋にこう収納するような感じになってしまうので、私はあの必ずその日に使ったこういうヘアジュエリーとかピアスとか、特にこの首周りとか皮脂がつきやすいものに関しては、フロスで拭いたりはもちろんなんですけど、こういう細い部分だったりとかって汗とか日焼け止めとかがつくと、こうねじれたこの部分に入り込んでしまって、でそれを取らずにポーチとかに入れてしまうと、まあ、付着したままこれを押し込むような感じになってしまうので、私はこうチョーカー系は
とつけた日はシルバーに関してはこうさっとお湯洗いして汚れを落としています。なんか油汚れを落とすような感じで、しっかりタオルドライして収納っていう感じにしています。ディスプレイしておきたい気持ちもあるんですけど、しっかり拭いたりケアしてから一つずつ梱包して保管しておくとすごく綺麗な状態で着用いただけると思うので、ぜひちょっと面倒ですけどその一手間がすごく大事なので、おすすめします。次に行きます。次にしたいヘアカラーは何色ですか？これもよく直接も聞かれるんですけども、最近ずっと黒髪が多くって、なんかインナーカラーとかでちょっとこの辺にブルー入れたりとかはあったんですけど、全体をヘアカラーするってずっと多分やってなくって、でなんか最近ちょっと髪色入れたいなと思いつつ、なんか前やったちょっとグレープ色みたいなブドウ色のとパープル系の髪色もちょっと久々にやりたいなとも思ってます。はい、続いて、洋服や物を手放す時の基準とされていることがあれば伺いたいです。私結構飽きやすくて、10回ぐらい着たらあもういいかもって思っちゃうんですよね。これは早いのかどうなんだろう、形が気に入っててとか素材がすごい着心地よくてっていうものもたくさんあって、もう何年も着てるとか、もう何年も前に買ったものとかもあるんですけど、こちらのピッキューというサイトで私の愛用しているものを出品しているので、もしよかったらそちら要チェックです。結構飽きやすいのですぐに手放しちゃうものも多いです。朝のスキンケアを知りたいです。順番で言うと導入美容液、化粧水、パック、美容液、乳液、日焼け止めっていう感じです。朝のスキンケア、ナイトルーティーンだってだっけ、ナイトルーティーンかなの YouTube で紹介してから全然変わってなくて、もう多分10本ぐらい使ってますね。によっては結構もちっとするような仕上がりなので、朝のスキンケアにしたらちょっと重めなのかもしれないんですけど、私はもともとこう顔の皮膚がすごい薄くて乾燥しやすいんですよ。もともとアレルギー体質でアトピーもあったので、こう水分を蒸発しやすくて保湿のカバー力も高くて、私はこのぐらいもちっとしてるものの方が自分に合っているので、朝晩変わらずこの2つを、この種類、このラインを使ってるんですけど、美容液だったりとかはちょっとその肌の状態によって変えたりはしてるんですけど、その順番で使ってます。続きまして、お家にいる時は何をされていますか？基本ネットフリックスとか、私もう本当に昔からテレビっ子なので、もうテレビはずっとついてないとなんか落ち着かないっていうタイプなので、テレビを見てるとあんまりないかな。テレビの画面で YouTube を見てるとか、映画見てるとかドラマ見てるっていう時もあるし、そのドラマとか見ながらもうずっとこうぼーっと見てるのはもったいないって思っちゃうので、ストレッチしながら見るとか、ちょっとこう軽い筋トレしながら見るとか、エアロバイクが自宅にあるのでそれを漕ぎながらテレビを見るとか、そう見てる間にちょっとこうトレーニングできたら一石二鳥だなと思ってエアロバイクしてたりとか、あとはこういう、こう YouTube の編集だったりも自宅にいる時の方が集中できるので、自宅にいる時にしたりとか、東京にいる時は自炊をしているのでキッチンに立ってることもすごく好きなので、何かしらキッチンの用事を作るみたいな感じでキッチンに立つことも多いです。はい、ひかりさんの YouTube を毎回楽しみにしております。ルームツアー希望です。いや、ルームツアーできるほど大きい部屋じゃない、ほぼ何もないんですよ私の部屋って。なんかこう装飾っていうものはもう全然なくって、ホテルよりももっと最低限しかないぐらいなんですけど、もう去年実は引っ越ししようと思って、もうこの物件いいなって思ってるものもあったんですけど、なんかそんな引っ越ししてる間がなかったんですよね。でもそこの物件どうしても入りたくて、めちゃくちゃ可愛くって、なんせキッチンが広いというかちょっと変わった形のキッチンなんですけど、料理するのも好きだし、インテリアとかも置いて楽しめそうなお家なので、そこが空いたら引っ越したいと思ってるので、もし引っ越したら
ぜひルームツアーをしたいなとも思ってます。はい、で続きまして、おすすめの作り置きレシピを教えてください。作り置きレシピ結構 YouTube でも紹介してると思うんですけど、あの前回の YouTube でも言ったんですけど、丸々1週間自宅にいるっていう時があんまりなくって、まあ、作り置けるほどいないですけど、キノコ類は常に冷凍してこう入れているような状態なので、私の大好きな舞茸とかはよく使います。ニンニク醤油とかで炒めただけとか、なんか和え物とかほうれん草とか葉物とあのあえてちょっと副菜にするとかでも便利なので、舞茸とかはよく使います。続いて、生涯リピート決定の推しコスメ教えてほしいです。生涯というのはないと思うんですけど、これも何度も YouTube の方で紹介したと思うんですけど、ローラメルシェのトーンアップクッションライトローズという、私の肌がに合ってる色がライトローズなんですけど、このファンデーションをずっと使ってます。ツヤだったりとか、なんかカバー力あるんですけど、すごいファンデを塗ってるっていう感じが少なくって、自分好みのナチュラル仕上がりになるので、これはずっと今のところ使っているので、長くこれからも使っていくんじゃないかなと思っている、ローラメルシェのファンデーションと、こちらがユベリーニュというコスメブランドのリップです。で、このリップのナランハという色になるんですけど、こういうみかん色のリップになります。さっと下に塗ったりとか、何かのリップの上に塗るだけで本当にくすみが一括できるものなんですよ。私結構元のこう唇の色が薄かったりとか、ちょっとこう境目があんまりくっきりしてない唇なので、本当にぼやけやすい、くすみやすい の悩みがあるので、このナランハ1本持ってると、なんか今まで、まあ、これ私ちょっと買ってみたけど合わなかったなっていうリップとかも、これを足してあげると、え、かわいいってなったりとか、まあ、これ1色でももちろん使えるんですけど、なんか今日ちょっと顔が疲れ顔だなっていう時とかに、ちょっと指で軽くポンポンポンとのせると、すごいパッと顔が明るくなる、トーンアップするような感じなので、これもあの日々手放せないアイテムになってます。健康的で美しいひかりさん、ファンを通してロールモデルです。かっこ YouTube 楽しみにしてます。ありがとうございます。なんか YouTube も最初すごいこうビビってしまって、私は多分こうやってこう話したりとか、日常をYouTube にしていくって、多分なんか自分で向いてないだろうなと思って、なんか やれないかもとかって思って、でも YouTube をやってみたいなって思う気持ちもあったので、最初料理系でやりますみたいなことを言ってたんですよ。なんかだんだんすごいこう楽しくなってきて、今では全然料理とか関係ないことだったり、 Vlog とか、まあ、メイクのことだったりとか、こういう質問コーナーとかもなんかいっぱいいろんなことやってみたいって思うように自然となったので、なんかそういう楽しみにしてますって言っていただけると、よりなんかいろいろやってみようかなって思うので、すごく嬉しいです。これからも頑張っていきます。続いて、美容院以外のサロン、眉毛まつ毛などは行かれてますか。これもね、よく質問されるんですけど、行っていなくって、私もともと眉毛もしっかり、まつ毛も結構しっかりなんですけど、眉毛もほとんどこれ手入れしてなくって、あのメイクもちょっとこの辺ないところを補って眉マスカラしてぐらいなんですけど、以前リールの方で紹介したセルフまつげパーマと眉カラーができるブランドのものなんですけど、こちら あの韓国のブランドかななんですけど、これは手軽に自分でちょっとこうまつげだったり、まあ、実際ちょっと手間はかかっちゃうんですけど、サロン行かなくても少し手軽にできる方法も最近はあるので、まあ、それはたまに使ったりとか、眉毛とかも自分で眉カラーしたりとかもしてます。いつもお洋服が素敵です。お好きなブランドやよく行くお店をぜひ教えてください。これって決めて買い物とかはしてないんですけど、シュタインの服も好きだし、ディヒ・ヘンダーソンのお洋服もすごい好きで、この2つは新作が出たらチェックしています。で、ストアはそのシュタインを取り扱っているキャロルというプリュイ東京から歩いて15分ぐらいのところにあるんですけど、そのキャロルもよく行きます。あ、これ
はい、次いきます。ひかりさんがお金をかけたいと思うのは何ですか。これ質問なんだろうって思ったんですけど、お金をかけたいって思うっていうことはあんまりないですね。惜しみなく使えるってことですよね。はもう卵と納豆で、前回の YouTube でも紹介したんですけど、最近あの卵と納豆少しいいものを買う、まあ、いいってどこからいいっていう基準なのか分かんないんですけど、ちょっとこだわりの卵と納豆を買うのにハマっていて、前回の YouTube で結構この食品とかについては紹介したので、そっちを見てもらえたら詳しいあの紹介もしてるんですけど、一度ハマるとすごいこう続婚してしまうので、今はすごい卵と納豆のブームです。すごい質問のこうジャンルがバラバラで言ってますけど、お許しください。みりんのカラーアイテムを使った秋冬メイクを教えてほしいです。秋冬か、この間リールで出したこの動画はちょっと秋冬でも使えるので、この2つおすすめです。よかったらインスタ見てみてください。これも毎回質問コーナーすると多いですよね。矯正歯科選びはどんな基準でしたかっていうことなんですけど、多分どっかの質問コーナーか何かでも答えたと思うんですけど、一応紹介してもらって見つけたんですけど、もうカウンセリングに行ったその日にもうここだって思ったので、もう契約して今のところに決めたんですけど、難しいですよね。本当におすすめですよって言って、じゃあやってみるっていう金額のものでもないし、どういう歯並びにした方がいいとか、自分がどういう感じにしたいかによっても全然変わってくると思うので、こう矯正する前に自分のこだわりってそんなになくって、初めてそのカウンセリング行った時に、どんな感じの仕上がりにしたいですかって言われて、どんな感じの仕上がりと思って、まっすぐにしたいとかいろいろあるらしくって、もう最終的に何も聞かずにもうお任せでっていう感じだったんですけど、なんかこの先生の好みもあるなって思いました。まあ、私の骨格だったりとか、こういう風にしていくのはどうですかとかっていう合わせて提案してくれるような感じだったので、まあ、ある程度私はもうまっすぐに、最初はもう笑うセールスマンぐらいまっすぐにしたいっていうことで、まあまあ、そこまではやりすぎなんですけど、まあ、そうするにはここをこういう風にあの治療していってとか、ある程度ここはこのままにしといた方がこう骨格的にも綺麗ですよとかっていう説明があったので、まあ、その先生にもよるので、自分がどんな感じにしたいかっていう好みと、まあ、マッチングしたところでぜひやるのが一番いいかなって思います。日々の仕事のモチベーションをどう保っていますか。仕事だからとかいう感じではなくて、自分のテンションは自分で上げていくというか、元気がない状態で楽しく明るく接客するっていうのはなかなか難しいので、体調不良にならないように日々こう食とかある程度の運動で自分の体調をこうフラットに保つとか、そういう努力はあのしてると思いますね。それがベースにあるといつでも頑張れる状態になるっていう状態を作るのが保てる方法かなと思います。ここぞっていう時の頑張りはもちろんあるんですけど、ポップアップ1日目初日とかで、さあ今日から頑張るぞみたいな、そういうのスタートダッシュみたいなのはあるんですけど、体調とかメンタルをこう常に一定に保てるように普段の食生活を気をつけたりとか、こうストレスフリーになるためにある程度運動して体を動かして、こういう努力は普段からするようにしています。はい、続いて、テンションやモチベーションを上げるときに聴く曲は何ですか。エイミーさんとかブレーメンさんとか、ヌイというやっぱりイベントをプリュイが主催で開催させていただいたんですけど、イベントをきっかけにあのよりこう聴くようにもなりましたし、通ずるものがあるというか、イベントをさせていただいたので、なんかこう勝手にプリュイといえばみたいなアーティストの方がすごいたくさんあのもともといらっしゃるんですけど、2回ともイベントさせていただいたので、曲を聴くとさあ、 あのプリュイのお仕事頑張ろうみたいな気持ちになるのでよく聴いてます。あとはソランジュという
あのアーティストの方、まあ、有名なので知ってる方も多いと思うんですけど、あのライブに行って、そこからすごい演出とかもかっこいいし、ファッションとかも可愛くて好きな方なんですけど、もう多分何年前ぐらいなんだろう、5年前ぐらいなんですけど、それは海外のライブで行ったんですけど、もうまた行きたいんですけど、日本公演とかってあんまり聞いたことないので、なんかいつかまた行けたらいいなと思ってます。続いて、ストレスや疲れた時の解消方法はありますか？寝る一択です。私はもう絶対に睡眠取らないと元気でいれないので、もう寝るが一番です。今後訪れてみたい場所はありますか？日本、海外、どこでも。国内ってやっぱ海外ですね。海外、スペインに行きたいです。はい、スペインに食の旅に行きたいと思っています。これから挑戦したいことはありますか？私、行ったことない国に一人旅で行きたいです。もう全く知らないところに一人旅で行きたい。これはもう叶うならすぐ行きたいぐらいです。はい、続きまして、もし1日だけ他の職業できるとしたら何をしてみたいですか？飲食店。もともと私、バイトがずっと飲食店だったんですよ。なんかこうカフェもやったし、居酒屋もやったし、こうレストランみたいなところもやったんですけど、もう飲食店のこの活気がある感じもすごい好きだし、飲食店ですね。一日店長みたいな感じで、一日もしやるんだったら飲食店で働きたいです。はい、最近おすすめのカフェやレストランを教えてほしいです。深センじゃない、代々木公園にあるネヒューというモーニングもやってて、夜も確かやってるんですけど、その系列のお店もすごい素敵なんですけど、なんかまたすぐに行きたいなというお店でした。先日福岡に旅行に行ったんですけど、名物の水炊きを食べに行こうと思ったんですけど、でも多分水炊きとかもつ鍋って当日に行けるような感じじゃないからと思って、最初気になってたところを電話したらやっぱり繋がらなくて、でその時にバーッとちょっといろいろ調べてたら、あ、なんかここいいかもって思ったところがあって、場所は春吉になるのかな、松下という水炊きのお店なんですけど、基本多分カウンターになるんだと思うんですけど、全部こうお料理してくれて出してくださるところなんですけど、美味しくて、調べたらもともと焼き鳥屋さんがされてた方だったんですけど、その方が水炊きのお店を出して、新しいんじゃないかなと思うんですけど、すごい店内も結構新しめな感じだったんですけど、もうどれも美味しくて、私もともとすっごい味薄い派なので、もつ鍋とかってガツッとくるから、まあ、それもあってその時の気分で夕飯決めようかなっていう感じだったんですけど、こうお塩だったりとか柚子胡椒で味を調整するっていうところもあって、すっごい美味しかったので、なんかもうまたすぐ行きたいと思うお店でした。すごいこうお店のスタッフさんも優しい方ばっかりで、なんか初めてで、しかもカウンターで結構静かな店内だったんですけど、そう、なんか普通だとちょっとこう緊張するような雰囲気なんですけど、すごいお店の方たちが素敵な方たちばっかりで、福岡に旅行に行く方とかお住まいの方にはぜひ行ってみてほしいなと思うお店でした。松下というお店ですね。おすすめの卵は何ですか？これ多分見てくれたんでしょうね、最近のインスタとかを。おすすめの卵はこの、この間 YouTube で紹介した2つです。トレーニングや食事に対してのモチベーションの保ち方、すぐ自分を甘やかしてしまうので教えてほしいです。食事はもう多分もともとすごいこだわりがあるというか、食事じゃなくてもこれって決まったらもうずっと同じものを食べれるんですよ。飽きるまで食べるっていうよりかは飽きない、むしろそれが自分のルーティーンですごいこう落ち着くというか、毎日同じもの食べても、あ、飽きたなとかあんまり飽きるって思わなくて、なので食事は多分もう元々っていうのもあると思います。ただ自炊をしようとか 3,4 年ぐらい特に気をつけるようになったのがやっぱり運動ですかね。こうしんどい思いして運動してるのに、その運動がせっかくあんな苦しい思いしたのにって思うなと思って気をつけ出したのが一番
構大きいですかね。自分を甘やかしてしまうので教えてほしいです。昨日まで続けてた自分と今日も頑張るぞって約束したから、今日も頑張るって思って頑張るしかないかもしれない。無理せず長く緩く続けれるようにっていう自分ルールでやってます。次応答になってないかもしれないですけど、そんな感じでやってます。はい、続いて、機内での過ごし方やリラックス方法があれば知りたいです。かっこ飛行機での移動があんまり得意ではないので、いや私もそんなに得意じゃないです。ただ頻度が多いだけで、ここでも寝れるタイプに生まれたかったと思うんですけど、寝れたらラッキーぐらいで、まあ、寝ることが全てじゃないと思うんですけど、できたら飛行機とかでは後から設営とかあるから寝ときたいなって思うんですけど、寝れたらラッキーだなと思ってちょっと寝るとか、音を遮断するって一番大事だと思うので、もうイヤホンつけてもうその世界に入り込むっていう、イヤホンかな大事なのは冷蔵庫に常備している食材やスーパーに行ったら必ず買う食材、舞茸、納豆、卵、なんか必ずっていうかもう常備してるからこの3つは絶対です。子供の頃にしていた習い事はクモン、水泳は途中で挫折してやめました。はい、クモンは最後まで続けました。英語数ん何って算数っていうのかな、クモンだと英語算数をやってました。クモン、秋冬のファッションどんな気分ですか、すでに購入したアイテム等あれば知りたいです。購入したアイテム、ここ1ヶ月ぐらいで購入したアイテムってないですけど、すごい欲しいって思ってる、一応形はローファーなのかな、でもパンプスっぽいローファーがあって、それ買ったら報告しますね。ちょっとワイドなパンツ、もうこれ言葉で言ってもあれなので画像入れとこう、こんな感じ、もうこの感じをしたくてそのローファーとパンツが欲しいのと、この間プラダ様に行ってちょっと不意に試着したサングラスがあったんですけど、それがめっちゃ可愛くって、もう今そのローファーとパンツよりもそのサングラスを買うかどうかすっごい迷ってます。でもめっちゃ欲しい、今までで一番自分にフィットしてる感じがして、そのサングラスを買おうかめっちゃ迷ってます。はいです、その3つが今欲しいです。また購入したら YouTube で購入品紹介します。よく見てる YouTube チャンネルもしくは好きなジャンル等ありますか。よく見てる YouTube チャンネルはこちらです。この2人、韓国人の2人ですかね、この2人の YouTube はよく見てて、 Vlog とかもすごい好きで、料理動画だったりとかメイクとかすごいこう映像が可愛くって、2人見てます。あとは私人が食べてるところを見るのがすごい好きで、このみゆちゃんっていう YouTuber の子がすごい可愛くって、その子の大食い ASMR の YouTube はいつも見てます。最近の推しのプリを一つ知りたいです。このヘアクローシリーズです。さっきも紹介したんですけど、この挟むタイプ、今10種類まではいかないぐらいのヘアクローシリーズが出てるんですけど、このタイプはもう本当に推しです。もうどんなヘアスタイルにも合うので、大きさも大きいものもあれば小さいものもあったりするんですけど、これがすごくおすすめです。はい、続いて、昔から仲のいい友達、お友達が多いイメージですが、出会いや仲良くなった経緯等答えれる範囲で教えてほしいです。お友達からも何て呼ばれてますか、学生時代のあだ名など教えてほしいです。確かに昔から仲のいい友達はこういろんなこう中学校とかバイト先とかで多いと思うんですけど、こう出会った場所がすごいそれぞれなので全部説明すると難しいんですけど、幼馴染とかはもうずっと中学校とかで出会ってからもう毎日 LINE するぐらい仲いい子たちもいるし、まあ、あとは高校生の時に飲食店でバイトしてたんですけど、その時に出会った人たちとの関わりがすごくこう広範囲というか、そのバイト仲間つながりで仲良くさせてもらっ
ってる方だったりとか友達が本当に多いので、まあそこは私の、あの人間関係だったりとか、その友達交友関係とかもそこで一気にこう増えたというか、年上も年下も関係なく出会った場所だと思います。もう本当に今でもみんな仲良くって、そこの会社は、まあ、当時でも何店舗か あったんですけど、同じ店舗が何店舗もあるとかっていう感じではなかったんですけど、とにかく高校生の時にそれは本当に自分で見つけて近所だったっていうこともある、まあ通いやすいところだったっていうところもあるんですけど、バイトで入って、でバイトを始めたんですけど、まあそこで出会った時の店長だったりとか、バイトの子たちも本当にその入った時からもう本当に楽しくて、もうとにかく笑いのセンスがもうみんな面白くて、でも私が一番最年少で、もうその上ってなるともう6個7個ぐらい上かな、2つ上とかの人もいたんですけど、もうみんな年上のお兄ちゃんお姉ちゃんみたいな感じで、その他の店舗の人たちももう本当に10個上の人もいたら、バイトが終わったらみんなで遊ぶで、お昼も日中もみんなで遊ぶし、じゃあねって解散してまた後でみんなでバイトの場所で会うみたいな感じで、もうずっと四六時中一緒にいた仲間たちだったんですよ。本当にこんなに大人になってまでその関わってた人ほとんど全員とこんなに長く仲良くさせてもらうなんてその時は想像してなかったというか、あの方のご家族の方とか、なんかそのバイトのつながりでこう知り合った人だったりとか、本当にそこで一気に幅広くこういう関係が広がったなって思うんですけど、とにかくもう笑いのセンスが良すぎた全員、高校生で面白い人たちと出会っちゃったから、もうその笑いが癖になっちゃったというか、それがみんなすごくズバ抜けてる人たちばっかりだったので、もう未だに会いますし、今月もみんなで会う予定もあるので、そのぐらいずっと仲がいいです。なかなかね、光であだ名ってなかったんですけど、意外とひーちゃんとかはなくて、ひかって呼ばれることが多いかもしれない。本当に中学校の時からの友達とかだったらもう呼び捨てとか、そんなに別にこうニックネームってないんですけど、そのバイトで知り合った子たちとかはあのひかって呼ばれるかも、ほとんど多いかも、微妙なところで区切るなとは思ったんですけど、うちの母親も最初光ってつけた時に、光はなかなかニックネームないだろうなと思ってたらしいんですけど、ひかとかひかっちゃんとか言われますね。でなんか最近こうそういう呼ばれることがあんまりないので、その友達とかに会ってそう呼んでもらえるとすごい、あ、嬉しいって思うんですけど、なんだそんなにいっぱいあだ名はなかった。ただ私の漢字が華やかっていう、花と書いて光って読むんですけど、花ちゃんと呼ばれることとかが多かったので、なんか光なんですけど花ちゃんって言われてもはって反応するぐらい、まあ、普通に読んだらもう花ちゃんなので、花って呼ばれても全然違和感がないかもしれないです。不思議はい、という感じです。はい、じゃあ最後の質問ですね。ファッションのインスピレーションはどこから湧いてくるのですか？いつもおしゃれすぎます。とにかくでもずっと物欲があるので、あ、これ可愛いとかあれ欲しいなって思っている時間が長いので、なんかこういろんなファッション挑戦してみたいなとも思いながらも、やっぱり自分に似合う形だったりとか雰囲気っていうのがあるので、なんかそのあ可愛いなって思って見てるものと自分の好みがマッチングした時にこれは買うぞと思って思い切ってお買い物したりもするんですけど、なるべくなんか幅広くいろんなファッション楽しみたいなと思ってるので、やっぱりさっき言ってたローファーとパンツとあのサングラス欲しいっていう話に戻っちゃうんですけど、なんかよくとにかくずっといろいろ探したりとかネットサーフィンするのが趣味っていうぐらい好きなので、そこで自分の好きを日頃から探しているような感じです。
はい、という感じで何個答えたんだろう、30個ぐらい、今回の質問コーナーいかがでしたでしょうか。質疑応答ちょっとうまくできてないところもあるかもしれないんですけど、いや実は最後に言うのはあれなんですけど、これ一回動画全部撮り終えて編集してたんですよ。で今日ですね、今撮ってる今日編集を終える予定だったんですが全部消してしまいまして、他の時も全部消したんですけど全く同じミスで全部消えてしまって放心状態、もう終わったって思ったんですけど、やるしかないなと思って撮り直しました。なんかちょっとこう答える予定だったものとかもちょっと切ったところもあったりするんですけど、動画の最初でもお伝えしたんですけど、ちょっと毎月恒例で質問コーナーをしていこうと思うので、今月の質問コーナーは以上となります。もし答えてほしい質問だったりとか、なんか今回の質問にさらに質問していただいてもいいので、YouTube のコメント欄にいただけたらと思います。たくさん喋ったんですけど、これから編集するぞ、絶望だったんですけど、もうそれをパワーに変えて頑張って、編集しようと思います。はい、今日は徹夜決定です。はい、ということで、今回の質問コーナーは以上となります。来月の質問コーナーもぜひ楽しみにお待ちください。質問してくださった皆さんありがとうございました。また次回の動画も楽しみにお待ちください。ありがとうございました。